本日は必要というような交通の要請があります。このように市の電話がかかってきた場合は、母さんを助けてさせるためにお金を手渡さないように、まず市民の人に相談しましょう。また日頃から家族で合言葉を聞いておくとどうでしょう。在宅中も留守番電話に設定し、直接話せないことも大変です。